皆さんこんにちは、アンナです。今日は久しぶりに使い切りの製品をドドドッと紹介していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、まずはですね、パックになります。パックは以前あげた夜のスキンケア動画でも紹介したこちら、豆乳イソフラボンのパックになります。まあ、正直言うとあまり好きではなかったです。なんでかというと、まずシートが薄かった、まあ、薄いのは最悪いいんですけれども、薄いのに加えてあんまりこうシートに息が染み込んでなくて、結構ねここら辺からねペロ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 剥がれてきていたっていうのと、プラスそこまでこう保湿力をやっぱり感じなかったっていうのが、あまり好きじゃなかった原因です。まあ、こうスパッて取り出せてすごく楽だったし、お値段も安くて気兼ねなく使えるのは良かったんですけれども、ちょっと使用感が物足りないっていうのと、このペラペラがとても私からしたらちょっと邪魔だったので、そう、それがマイナスかなと思って、まあ、再購入はないかと思いますが、こちらの製品でした。これね、豆乳イソフラボンのやつ、私高校3年間化粧水と乳液を使ってたぐらいなので結構好きですごい期待してたんですけれども、そう、ちょっと物足りなかったなと思います。はい、次がコットンですね。コットンはクレドポーのコットンです。前にお気に入りで紹介してからほんとずっと愛用しているものになりまして、もちろん今も新しいの買ってストックもあるぐらいです。120ml800円のコットンになっていて、毛羽立たないですし、肌触りもすごくいいですし、形もね程よい大きさで、しっかりこう中指にコットンを挟んでパッティングできる、ちょうどいい大きさで大好きです。これはもうねずっと使い続けたいなと思うコットンです。で、次がお化粧水。お化粧水はエリクシールシュペリエルのリフトモイストローション W2 番というお化粧水です。これも以前のスキンケア動画で使用しているのでご存知の方も多いと思います。とろみのあるテクスチャーなんですけれども、そのとろみの割にはなんだろう、重くないというか、割とこうドロドロしてるのって割とこうなんだろう、しっかり保湿っていう感じなんですけど、さっぱりめ、すごくさっぱりではないんですけど、とろみがあるのにさっぱりめみたいな、ちょっと難しい感じなんですけども、はい、でもすごく浸透が良くてぐんぐん入っていきますし、使った後お肌がみずみずしくなるっていう点ですごく良かったかなと思います。お値段もSK2 とかそうクラランスとかに比べると割とお安いですし、持ちも結構良かったの で特に乾燥も感じることもなく、普通に快適に過ごせたお化粧水でした。まあ、ただ私お化粧水に関しては今良かったんですけれども、それよりもクラランスとか SK2 の方が好きなので、まあ、自分で買うならそっちを買いたいなって思いました。次はこちら、アースサイエンスのオリーブ&アボカドヘアマスクですね。これ私のヘアケアの動画でも紹介していて、ギブアウェイもやってるのでご存知の方も多いと思います。 iHub で購入できます。 iHub に関しては下にクーポンコードとかリンクとか貼っとくので、気になる方はご覧になってみてください。髪が細くて猫っ毛で、でもダメージがある方はぜひ使っていただきたいものです。詳しくはヘアケアの動画とかにリンク貼っとくのでご覧になっていただければ一番わかるかなと思いますが、本当に私ダメージヘアでですね、結構まとまりがないんですけれども、これを使い始めてからこう割と髪の毛のまとまりも出るし、でもこう髪の毛ぺっちゃんこにはならないしっていうのですごく助かってます。もちろんストックもたくさんあるヘアマスクでも、私はトリートメントに使ってるんですけど、そう、トリートメントじゃなくてマスクになります。はい、次がこちら、ラローシュポゼのセロザンクというミスト化粧水。これも前なんかのお気に入りで紹介したと思うんですけれども、私はセッティングミストに使用してました。で、夏はお化粧する前にも使用してました。これはね、油とかを吸着してくれる亜鉛化合物が入っているこのお化粧水になるので、夏とかね、あとはまあ季節問わずオイリー肌の方とかはすごくおすすめです。これを使うのと使わないのとではお化粧直しのね、こう回数とか頻度っていうのが割とこう違うかなって私の中では思っていて、セッティングスプレーでこんなに変わるんだって思いました。で、霧もすごく細かくてまんべんなく顔にかかるのも好きでしたね。はい、またこれは、まあ、今はね、私今乾燥肌にこう傾いてる時期なので今使わないんですけども、また夏場とか海外旅行行った時とかは使いたいなと思います。そして次が私の大好きなこちら、マックのオート&ノーティーウォータープルーフマスカラ、大好きですね。これは1月にグアムで買ったのがもうなくなったので、
はい、まあもう昨日新しいの買い足したんですけれども、はい、大好きですもうそれしか言えない。もう私の動画でもずっと使ってるので、最近ご存知の方も多いと思いますが、ブワサってなる、ブワサッと、ででもこうなんだろう、ダマにならないというか、一本一本こうしっかりしたバサ具合が好きですね。見てみる、アップで。よいしょ、見えるかな、こんな感じ。今日割とちゃんとアイライナー引いてるのであれなんですけど、そう、綺麗だよね。ナチュラルにバサってなるから本当に好きで、もうこれは手放せないですね。でも久しぶりにヘレナまた使いたいなと、もうちょっと思ってるので、まあ、今買ったやつがなくなったら次はヘレナ買おうかなとは思っていますが、でも本当に大好きなマスカラです。ぜひぜひ皆様に試していただきたい一本になります。はい、次がこちら、エストのポイントメイクアップリムーバーになります。これもなんかのお気に入りで紹介したと思います。ずっとミシャを使ってたんですけども、まあ、数年ぐらい、久しぶりに別のものを使ってみてエストを購入しましたが、お値段1000円ちょっとで、で、落ちもすごくいいし、目の負担もかからないし、変な油膜感とかもないし、とっても良かった、メイクアップリムーバーだな、アイメイクアップリムーバーね、だと思います。また機会があったらね、買いたいなと思いますが、今回アイハーブでね、どっか、トニーモリーだったっけ、まあ、とりあえず韓国のブランドのを買ったので、まあ、それを使ってみて、まあ、ちょっとまたいろいろジプシーしながら戻ってきたいなと思ってますが、まあ、ミシャ同様、すごくいいポイントメイクアップリムーバーでした。はい、次がシャンプー。シャンプーはミルボンのスムージングシャンプーファインヘアになります。これ良かったよ。美容院で買いました。地元のね、今行ってる美容院ではミルボン取り扱ってないので購入できないんですけれども、地元の美容院で買って使ってました。髪の毛ぺっちゃんってならないし、すごくふんわり仕上がる。で、軽やかに仕上がるので、そう、髪の毛がこう、なんだろう、細い人は、おすすめだね。太い人だと、こうしっかりしてる人だと多分物足りないというか、逆にこう広がっちゃうと思うんですけども、まあ、髪の毛細い方はスッとまとまるけど軽やかだし、かき上げやすい、もう私の大好きな髪の毛に仕上がるシャンプーだったなと思います。はい、次はこちら、ボディショップのバージンモヒートのボディシャンプー、本当に大好きでした。ボディショップさん、来年の夏もよろしくお願いしますっていうぐらい大好きな香りです。香り持ちはそこまで良くないですし、泡立ちも特別でいいってわけじゃないんですけれども、でもこれがお風呂場から香ってくるだけで私はとっても幸せになれる、そんな香りでした。なので来年もぜひよろしくお願いします。で、ボディショップといえば今年のクリスマスのコレクションで去年出たバニラチャイが出るんです。本当にいい香りなので、甘い香りが好きな方ぜひチェックしてみてください。私はもうすでにワクワクドキドキで、多分ボディバターをねたくさん買うと思う。ボディバター良かったよ、本当に良かったです。はい、次はケープのちっちゃいやつ、ナチュラル&キープ。私の巻き髪はいつも最後ケープで終わります。これは旅行用だったかな、のミニサイズでしたが、バッキバキにもならないし、程よいカールを保ち続けてくれますし、なんといっても安いのでケープ大好きです。もうずっとケープ、私は小学校のバレエやってた時からずっとケープでした。はい、あとはこれ、バス&バディーワークスのスイートピーという、ウルトラシア24アワーズモイスチャーボディクリームになります。これはこの前レイ行った時にこれぐらいのサイズのが3つでいくらみたいなセールやってたので買いました。すごくね、フローラル、トロピカルフローラルみたいな感じの香りがして、まあバス&バディワークス何がいいっていうと、香り持ちがとってもいいので香水がいらないんですよ。体温でこうじんわり香ってくれるのがとってもよくて、でこれはつけ心地がそこまでこうベトつかないんですけれども、程よく保湿してくれる感じが良かったです。クリームは割と厚めなんですけども、マッサージとかでも全然使えるぐらいの厚さなので良かったなと思います。あとなんか2つあって、実家かどっかに置いてきちゃった気がするので、また実家帰った時に持ってきて旅行用とかに使いたいなと思います。はい、あとは SK2 のジェノプティクスオーラエッセンス、私の大好きな美白の美容液です。もう美白と言ったら私はこれで本当に肌のトーンが上がったので、すっごく信用しています。他のもう一個美白のもあるんですけれども、私はもうずっとこっちを使ってて、こっちで実績があるので、さ、これをしか使ってないんですけれども、ぜひぜひ肌のトーンを明るくしたいって方とか、こう内側から輝くような透明感が出る肌にしたいっていう方は使ってみるといいかもしれません。値段ちょっとするんですけどね、でも本当に
それぐらい出す価値はあると私は思ってます。私の肌にはね、すごく合っていて。はい、次 RMK のネイルケアジェルオイルです。こちら持ち運び用のネイルオイル、なんといってもこのカチカチでね、あのできるのが良かったのと、まあお気に入りでもこの前紹介したのであんまりこう深くは話さないんですけれども、ベタつかないし香りもふんわり、香ってすごくいい香り、そう香りがこれいいの。いつもね、友達とお茶してる時とかにパーって気づいてこうで塗ると、友達がえなんかすごいいい香りしてくるって言って、おこれみたいな感じの会話がよくあるんですよ。でも香りが決して強いわけじゃなく、本当にふんわりいい感じに香る香りなので、ぜひぜひあのネイルオイル探してる方は使ってみるといいかもしれません。はい、駆け足駆け足、次がこれ変な開け方になっちゃったんですけど、エチュードハウスのハンドブーケリッチバターハンドマスクというハンドマスクを購入してみました。この前ね、エチュードハウスに行って、私ちょうど手が乾燥してたので購入してみました。となんかね、使ってみた感じ、私ね、これ使うとすごい、なんだろう、バセリンを塗った感じでもっちりねっとりするのかなみたいな感じの思っていたら、ところがどっこいですよ。外してみると割とこうみずみずしいつるんとした仕上がりになりました。うん、保湿された水分ギュギュギュって入ったなっていう感じです。あのハンドクリームってやっぱ油分を補ってくれたりとかするものなので、あんまりこうみずみずしさって感じないと思うんですけども、これではねすごいお肌のみずみずしさを感じました。これやってから私はクリームつけてあの寝たんですけれども、次の日も朝すごいお肌が、お肌じゃないね、あお肌だね、手がすごいもっちりしてたのでよかったかなと思います。まあ、定期的にねこの時期手が乾燥するので、お値段も安いですし、やりたいかなと思いました。はい、あとは同じくエチュードハウスのシルクスカーフダメージトリートメントというこの注射器型のトリートメントです。でこれ500円だった気がします。で私の髪だったらね4回ぐらい持ちました。はい、あの使った直後は髪の毛一本一本がすごい張り腰が出てしっかりしたっていうイメージですね。ただそこまで保湿力の持続は感じなかったですが、まあ、使い続ければどうにかなるのかなと思います。でも本当に、これしっかりつけて半身浴しながらこう置いてたんですけども、洗い流した時に髪がね、いつもと手触りが違う、しっかりしてる感じがしたので、そう使い続けてみることに意義があるのかなと思いますが、ファーストインプレッション的には良かったです。ただ保湿の上ではどうかなって感じかな、そんな感じがします。だからそう、もしかしたら髪がこう太い方は物足りないかもしれない。私くらいこの髪が細い人だとなんとなくこう、あ、いいんじゃないっていう実感が湧くかもしれない。はい、あとはアイハーブで購入しましたヌーポアのナリッシング3ステップのこのフェイシャルセット、これが洗顔エッセンスパックってなってる3点セットなんですけども、よかったよ。お肌がねすごくもっちりして保湿力もありました。次の日起きたらお肌がねいつもよりふっくらしてる感じがあって、これ良かったなと思います。旅行とかにもねこう洗顔がついてるので、わざわざ洗顔持ち歩かなくていいですし、こう日数分洗顔とかパックする回数分入れとけば割とこういいんじゃないかなって思いました。はい、あとはマキアだったかな、マキアについてきた、このパック2つ使ったんですけども、不老不死のフェイスマスクのフェイスライン用と目元用、しっかりこうレビューをしようと思いながら使ってないので、そうとりあえずなんかこの中に入ってたのであれなんですけれども、どっちかというと私はフェイスライン用の方が好きだったと思う。こっちの方が保湿力があったと思って、こっちの方がしかもお肌がもっちりした感じが出た気がします。そんな気がします。もうちょっと詳しいレビューねできるようにもう一回次発売されたら買いたいんですけど、まあ、さっと使った感じはそうですね。あと最後はシャネルのブルーセラム、前シャネルのスキンケアの動画出した時に使ったと思うんですけど、これは良かった。これは本当に現品で買いたいなって思ったぐらいお肌がすっごくもっちりとしたし、まあ、なんか次に入れる美容液の入りも全然違ったなって思います。以上駆け足になりましたが、ここ最近私が使い切ったものになります。皆様の参考になれば嬉しいです。それではまた次回の更新で会いましょう。バイバイ。